皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうです。今回は2チーム目ボストンセルティックスについて話していきたいと思います。では行きましょう。ボストンセルティックスの概要についてざっくりと、まずは本拠地 TD ガーデン、マサチューセッツ州ボストン市にあります。イースタンカンファレンスに所属していまして、昨シーズンは2位、ヘッドコーチは昨シーズンからジョー・マズーラ氏が務めています。 NBA の歴史の中でもかなり古いチームですので、優勝回数は最多タイとなる17回です。次はセルティックスの昨シーズンのスタイル等について、まずはポイントパーゲーム 117.9 でリーグ4位、ペースは 98.5 とリーグの中では遅い方、20位になります。オフェンスレーティングは118とリーグ2位、ディフェンスレーティングは 111.5、 リーグ3位になります。今回からネットレーティングを出していますが、こちらはオフェンスレーティングマイナスディフェンスレーティングとなっていて、こちらが高ければ高いほどチームが強いということになり、 6.5 となっています。つまりリーグ1位、圧倒的強さを昨年度は誇っていました。チームのスタイルとしては基本的には堅守速攻ということだったりとか、あとは一人の人間がボールを持ちすぎるということがなく、全体的にパス回しをし、空いたスペースでの1対1、またはカッティングから点数を取っていくというチームになっています。チームとしてはエゴが強い選手が少なく、いろんな選手がシュートを決めたり、ボールを持ったりするというところです。ですので、一人の人間がずっとボールを占有するようなチームが好きではないという人にはおすすめのチームになります。それではロスター紹介に移っていきましょう。まずはガード。一人目はデリック・ホワイト。193センチのディフェンス型の選手です。ディフェンスが素晴らしい選手が選ばれるオール NBA ディフェンシブセカンドチームに選ばれています。またオフェンスも昨シーズンは開花しており、1週間で素晴らしかった選手を表彰するというようなプレイヤーオブザウィークにも選ばれています。2人目はマルコム・ブログドン。ゲームメイクだけでなくシュートの効率も素晴らしく、過去には 50-40-90 も達成している選手です。 50-40-90 とはフィールドゴール 50%、スリーポイント 40%、 フリースロー 90% 以上で決めている選手に贈られる名誉のあるものだと思ってください。現役だとステフィン・カリーが該当します。そんな素晴らしい選手であるマルコム・ブログドンが昨シーズンはセルツのベンチから出てきて暴れ回っていました。これが昨シーズンのセルツの強さといっても過言ではないぐらいでした。もちろんそのおかげもあり、シックスマン・オブ・ザ・イヤーを受賞しています。他には若手有望株であるペイトン・プリチャードはいます。セルティックスは依然としてロスターが埋まっていませんので、もしかしたら他にもガードを取るかもしれません。それではフォワード。一人目はセルティックスが誇る2大エースの一人、ジェイソン・テイタム。203センチのフォワード。基本的にはオールラウンダープレイヤーとして全てのことをやります。ポストプレイ、外でのゲームメイク、スリーポイント、ミッドレンジ、何でもできる選手です。また、それに加えてディフェンス力も大変素晴らしい選手です。昨シーズンはオールスターとオール NBA ファーストチームに選出されています。続いてはもう一人のエースであるジェイレン・ブラウンについて、198センチのシューティングガード兼スモールフォワードです。体がとても強く力強いドライブやダンクが持ち味です。また外のシュートも得意なことから、人によってはテイタムよりも止めるのが難しいと感じる人もいるかもしれません。クラッチタイムに強く、勝負どころでのシュートを外さないという印象がとても強いです。彼もまたオールスター、そしてオール NBA セカンドチームに昨シーズンは選出されています。3人目は今シーズン、ワシントン・ウィザーズからやってきたクリスタプス・ポルジンギス。221センチのパワーフォワード兼センターです。長身に似合わないハンドリングとスリーポイントを武器としていることから、ついたあだ名がユニコーン。昨シーズンまでは八村塁が在籍していたワシントン・ウィザーズにいましたので、それで知っている方もいるのかなと思います。他のフォワードの選手を紹介していくと、サム・ハウザーはスリーポイントが得意で 40% 超えの選手です。オシェイ・ブリセットは今シーズン、インディアナ・ペイサーズからやってきた選手。同じくダラーノ・バントンもトロント・ラプターズからやってきた選手になります。ジョーダン・ウォルシュは今シーズンの2巡目ルーキーとなりまして、ディフェンスが得意な選手だそうです。最後にセンター、1人目はアル・ホーフォード。206センチ、37歳の大ベテランです。スリーポイントが得意なストレッチビッグマン。昨シーズンは右コーナーの確率が確かリーグでトップだったはずです。間違っていたらすみません。また、彼のディフェンスは大変素晴らしく、37歳という年齢でありながらも MVP クラスであるパワーフォワードやセンターを一人で守ることができ、まさに守備の要です。2人目はロバート・ウィリアムズ3世。206センチという身長でありながら、ブロックがとても得意な選手です。余談ではありますが、昔彼は遅刻癖があったため、ついたあだ名が遅刻魔、またはそれに類似したものになっています。そんな話は置いといて、2シーズン前、ウォリアーズと戦った NBA ファイナルでは、ブロックを量産。
現在は膝の手術の影響もあり、試合に出なかった時期もありましたが、シーズン中盤あたりからは復帰。今シーズンは最初から彼の活躍が見れることを期待しています。3人目はルク・コネット。相手選手がスリーポイントを打つ際にシュートチェックに行くのではなく、その場で手を伸ばし垂直に飛ぶことで相手の視界からゴールを隠すといったブロックを昨シーズン披露しました。実際これが効果があったのかどうかは分かりませんが、相手はなんとなく外している印象がありました。とても面白い選手です。それでは U 一押しの選手を紹介していきます。今回も2人です。セルティックスといえばやはりこの男、ジェイソン・テイタム。テイタムといえば先ほども述べたようにディフェンスが得意な選手です。特にオンボールディフェンスは凄まじいものがあり、相手チームのエースフォワードにマッチアップした際には相手のミスを誘発したり、スティール、ブロックなどで相手の得点機会を奪うことができます。エースにもかかわらずこのようにディフェンスもしっかり頑張れる選手がいるということがセルティックスの強い秘訣なのかなと思います。またテイタムの良さはディフェンスが良いとこだけではありません。彼の素晴らしいと私が思うところの一つとしてはエゴが少ないというところです。無理に自分でエースだからといって行かず、周りを使いながらみんなで攻めるというバスケットをやっているというところが大変素晴らしいです。そのため泥臭いことも厭わず、彼自身がチームの勝利のために頑張るという姿がとても好感を持てます。そんなチームファーストのテイタムですが、もちろんエースとしての実力も十二分にあります。持っているスキルをふんだんに駆使し、相手から得点を巧みに奪う、この姿がやはりエースとしてのものなのでしょう。昨シーズンからはファールドローも積極的に狙いに行くようになり、順調に平均得点を伸ばし、リーグ6位の平均得点を残しました。1人目はテイタムと来たら、残りはこの男、ジェイレン・ブラウン。テイタム同様、エースであるブラウンもまたディフェンスが得意です。特にオンボールディフェンスが凄まじく、スティールやブロックを量産し、相手の得点機会を奪うことができます。ジェイレン・ブラウンがエースとして他の選手より優れていると私が思うところの一つとしてはオフボールの動きだと思います。エースといえば大体にしてボールを持ってなんぼということが挙げられますが、セルティックスは5アウトの陣形をとっており、人とボールがとてもよく動くため、空いたスペースに彼がカッティングしてそこからの得点ということが非常に多いです。特にブラウンはそのカッティングが上手いのかなと私は思っています。もちろん彼はオフボールスキルだけでなく、ボールを持った際のスキルも一流です。巧みなボールハンドリングからのドライブイン。先ほども述べたように彼は体が強いので、ワンオンワンで彼を止めるのは至難の業でしょう。タフなシュートも決めることができます。
私は彼が勝負強く、そしてとても負けん気が強い選手だとは思っているのですが、昨シーズンはここ一番といった時にターンオーバーを連発してしまったり、フリースローを連続して外してしまうということがありました。しかしながら、どんな状況になっても最後まで諦めず果敢にリムに向かっていく。そしてタフなシュートを決め切る。その姿はまさにエースではないでしょうか。時にはテイタムよりもアグレッシブに。そしてテイタム同様、どんなに泥臭いことでも常に全力。まさにスーパースターです。ここまで選手紹介、そして2大エースのハイライトを見てきました。それを踏まえた上でのスタート予想となっています。私の予想は見ての通りです。ポルジンギス以外は昨シーズンのロスターと変わっていませんので、そのままにしています。ポルジンギスを入れた理由としては、昨シーズンまで在籍していたセルツの心臓ともいえるマーカス・スマートをトレードで放出したことにより、ガードがとても層が薄くなっている。そしてそのスマートを出してまで取った選手なので、スタートに入れているという感じです。今まで通りマルコム・ブログドンをセカンドユニットのガードとして、プリチャードをサードユニットのガードとして、それぞれ使うのじゃないかなと思ってこの予想にしています。考え方としては、あとはホーフォードが若干年齢が来てるということも考えるのであれば、そこをロバート・ウィリアムズに変えてもいいのかなと思いますが、本当に勝ちに行くのであれば、そのままあるホーフォードを使った方がいいのかなと思いますので、僕はこの予想でいきたいと思います。どうだったでしょうか。前回のホークス編に引き続きセルティックス編、30チーム中今2チームですか、あと28チーム作らなきゃいけないっていうところが結構重荷にはなってはいるんですけども、まあ作っててね、面白いんですよ。いろんな選手の名前とか、まあ、あだ名とかね、誰が見てるか分かんないですけど、あ、そういうあだ名あったんだとか、そういうこととか、まあ、身長とか体重とか、まあ、そんなこと別に、一回一回気にして試合見てないんですけども、改めて思うと、例えば今回だったら、ロバート・ウィリアムズが意外に小さいとか、前の北戦だったらカペラも意外にでかくないとか、へえ、そうなんだ、と思うことはやはり結構多くて、いろいろ自分自身も勉強になりますし、その、選手、おすすめ選手紹介してる動画を作ってる際にも、まあ、ハイライトですか、いろいろその調べて、自分が見てなかった試合の、あ、このプレイいいなとかって思うことって結構多いんですよ、これ。なので、自分磨きのためにも残り28チーム頑張って作ろうかなと思っています。なので、なんていうんですか、今後も動画を続けていく際に、こういうところがあると分かりやすいよとか、なんかこういうのがあった方がいいですとか、もう少し文字大きくしてくださいとか、なんかそういう意見等ありましたらコメント欄等で教えてください。スペースの方に直接来てもらって、喋ってもらっても全然構いませんので。ということで、次はブルックリンネッツです。先に言っときますね。ネッツを作ります。その次がホーネッツになるのかな。ただ、ホーネッツ以降に関しては、それこそコメント等でここ作ってくださいとかがあった際には、そこを優先して作るかもしれないです。ただ、シクサーズと、ブレイザーズに関しては、リラードとハーデンのトレードが決まらない限り僕書けないので、書けないというか作れないので、ハイライトにその2人乗るからどう頑張ったって。なので、その2つは完全に後回しにさせていただきますので、その点はご了承ください。はい。ということで、今回の動画のご視聴ありがとうございました。次回のネッツ編でまた会いましょう。最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。